ジャン君、おはようございます。なぜ左手伸びてんですか？ジャン君。またポンちゃんは朝から隣の30度になっている部屋に行っております。エアコンがあるとこに来ればいいのにね。ジャン君、さあいろんな問題がまた起きていますが、ジャン君たちのために、将来のために頑張るね。このワンちゃん、何度見たことか。今日こそ動かしますよ。読み込みの種類はコンポジションレイヤーサイズを維持で開きます。今回の動画はちょっと長くなってしまうと思いますので、細かい機能の説明とかそういうのは省いていきたいと思いますので、ご了承ください。もし質問があればコメント欄の方にお願いします。はい、これでワンちゃんのアニメーションは完成です。はい、にゃんちゃんなんですけどね。レイヤーを全部選択して、はい、とりあえずこんな感じに仕上がりました。これがですね、今使っていたコンピューターはこれですね。ちょっと待ってね。フォーカスが合っていない。ここに、あるコンピューターを使っていたんですけれども、実際の、先生はここにいます。これですね。それを老眼用に大きな画面にミラーリングしています。そして作業はここ、苦労しています。止まっちゃった。じゃあたまに乗せます。止まった場合はこうです。ぽいちゃん、二人で寝てはる。